えー、塾のです。今回コインチェックからのお知らせでなんかランドが販売されるみたいですよね。まあこのサンドボックスのランドっていうのは昨今のメタバースへの関心の高まりによりまあ需要が急増しているのは皆さんの知ることだと思いますけどもまあ、このランドなんですけども16万 6464 64ランドを上限と定められてますんで、まあ、今後ますます入手しにくくなるんではないかなっていうところですよね。まあ、今暗号通貨市場がちょっとそこに落ちているところなんで、買い時といえば買い時なんですけど、皆さんいかがでしょうか。まあ、オアシス東京っていうイベントがあるんですが、2035年の近未来都市をコンセプトにしたメタバースと、 NFT のコミュニティ拠点となっていて、日本を連想させる象徴的な街並みの中に美術館やステージなど様々なイベント、施設を設置し、様々な分野のアーティストとファンとの交流や、企業のコミュニティ育成の場として活用してもらうことを目指しているそうです。まあ、すでにね、元 AKB の小島さんですか、プロデュースする、ハーリップ2 サムライギタリストであるミア・ウィ。2021年に公開された映画、竜とそばカスの姫の主人公ベルの衣装デザインを手掛けたアンリア・レイジさん。 モデルや女優として活用する方らデザイナーとして自身のブランドを手掛ける、水原希子さんですかね、とのコラボレーションも企画していますんで、今後も様々なパートナーとの連携があるということでございます。すいません、今、あのいろんな有名人の方だと思いますけども、お名前出させてもらいましたけど、私一人たりとも知ってる人がいないんですよ。<laughs> 申し訳ないですけど、私が全然知らないだけですけどもね。 で、NFT マーケットプレイスでは、ブロックチェーンゲームのザ・サンドボックスのメタバース上で、えー、コインチェックが保有している土地、ランド NFT540 を2022年5月13日から販売されます。えー、今回発売するランド NFT は、現在コインチェックが建設中のオアシス東京近隣の土地となりますので、えー、図を参考にしてご購入検討されてはいかがでしょうか。まあ、そんなお知らせでございました。えー、ザ・サンドボックス。 コインチェック NFT ベータ版5月13日よりコインチェックのランドを販売ということでお知らせしました。